はい、タンタンです。またまたちょっとアストリアスの方ですね、新品の方入荷してまいりました。こちらが、EC エンブレムですね。こちら EC の、エンブレムですから、まあ42スタイル、結構ゴージャスなモデルになってました。これもまあ一応年間でね、生産本数をちょっと限って作ってるタイプの、モデルになっております。こんな感じで、まあ、ジャーマントップのね、このトップの感じも非常に綺麗な感じになっておりますし、サイドバックのね、よいしょ、木目なんかもこんな感じで、ローズもね、非常に目の通った綺麗なものを使っているモデルになっております。こういう雰囲気ですね。まあ、かなり見た目にもゴージャスですし、音もね、かなり華やかな、倍音がね、こうキラキラと出てくるので非常に華やかですね。この辺の音なんか、ハイポジションのね、音なんかでも華やかなんですけれども、非常にしっかりとハイポジションのまで音が出るっていう感じで、そのあたりはね、このアストリアスの作りの良さっていうのもやっぱり非常に出てるかなと思いますね。もちろんピックを使わないで柔らかく、弾いてもきらびやかさっていうのは非常に残って、すごく綺麗な音をする楽器だと思います。まあ、アストリアスの中でも、まあ、エンブレムのシリーズは、まあ、もちろんかなり上の方のグレードになるんですけれども、まあ、作りの良さもそうですし、音の雰囲気も非常に、ゴージャスな感じになっていますので、まあ、その割にはね、アストリアス値段的にはそこまで、これだけゴージャスな作りの割には、高くないかなと思いますんで、こういった、スタイル、まあ、このスタイルですと、まあ、OM の42みたいな感じのスタイルになりますかね。こういったタイプの楽器をね、お探しだった方、もちろん本家の OM42 を探している方にも非常におすすめできる、国産の非常に作りの良い一本になってるんじゃないかなと思います。はい、こういった感じですね。はい、ということでこちらの方、今回、アストリアスの EC エンブレムですね。はい、こちらの方入荷しておりますので、ぜひお問い合わせ、あと一回ね、試奏もちろんねしていただけると非常に良さ伝わると思いますので、ご来店の方もぜひお待ちしております。それではタンタンでした。